江川れ夫は日本の俳優、映画監督、脚本家。本名はウィリー・メラー。愛称は、嬉しゅう ?1902 年、ドイツ極東艦隊海軍病院薬局長として来日したドイツ人のフリードリッヒ・ウィルヘルム・メラーと河内出身の日本女性医の次男として、神奈川県横浜市山下町に生まれる。幼い時に両親が離婚。父は長男を連れて、 ドイツに帰国、母に引き取られた江川は本名をウィリーからウレオに改名した。1915年に神奈川市販付属小学校を卒業、同級生に青柳信夫、中田春康、国木田虎を高橋栄一がいた。セントジョセフカレッジ普通科に進むが、根欠児であることから、不当な差別を受けてくれてしまい、その頃には、 横浜界隈では有名な不良少年となっていた。第一次世界大戦の最中の1917年3月に敵国ドイツ人の子供ということで方向処分になる。生息中学に入学するも1919 19年にに学年で中退、横浜の茶部屋街に住んでいた谷崎純一郎宅に出入りし、同年9月に谷崎が文芸顧問をしていた大活に入社するが、 谷崎の愛人で義妹の葉山道子と駆け落ちする。中川与一は後に、俗、丹美の夜で二人のことを書いている。1920年9月に、高輪中学の三学年に編入するも、翌1921年2月に中退、弟宅に居候していた、佐藤春夫のもとに転がり込む。江川は谷崎に大変可愛がられた時期もあり。 谷崎の初期作品には江川をモデルとしたものがある。映画界では、売れゅの愛称で親しまれた。当初、江川は監督志望だったが、大活の経営状態が悪化し、高松プロ、小笠プロなどを渡り歩き、映画仲間の内田富井上金太郎、渡辺敦志、二川文太郎と共に、牧の教育映画に入り、1921年の兄弟仲は、 で、映画初出演する。その後は、監督助手に回るも、映画館の営業主任などを務めた。1923年、仲間との窃盗容疑で逮捕され、年末懲役1年の判決を受けるが、里見トン、久米正夫、佐藤春夫らがその分際を惜しんで、減刑判断を行い、24年3月、高訴審で執行猶予がつく。1927年、 現代劇を制作していた、坂東つまサブロープロダクションで、念願だった初監督作品として、夜の会心誌を撮る。以後監督業に洗練して、グレン地獄などを撮った。しかし、その後は、不遇が続き、1931年に、高田実の紹介で俳優として、小竹蒲田撮影所に入社。当初、秋役として過ごした後、主演級に抜擢され、以後、 島津康二スジロ康二郎スジロの作品などに主演し続ける。1934年9月、岡カジ愛染夢子らと、小竹蒲田を脱退し、共同映画を設立、日活と提携する。同社で、多情物心に出演。1935年、日活玉川に、岡カジらと並ぶ主演スターの一人として入社する。この頃の代表作に、ジャズの街角、 開国第二本、マルマゲット文学がある。1940年に、東方に移り、大作、ネッサの誓いに遵守役として出演する。戦後は新東方で活躍し、1957年に、フリーとなった。テレビ出演も多く、特に1966年の TBS、ウルトラ Q での一の谷博士役が有名。1965年に、 江川の一人娘が結婚する際、江川は妻子を連れて、ドイツに行き、父に引き取られ行き別れになっていた兄と再会、父の母さんを果たしたという。その5年後の1970年、68歳でよう、去った。ありがとうございます。